スーパー 32X、セガサターン用 SH-2HD6417095SH-2 は、日立製作所が開発した32ビットリスク、CPU、スパーハシリーズの一つ、1994年6月に量産開始、SH-2 は、もともと、組み込み用32ビットリスクプロセッサである、SH シリーズを、 当時セガが開発していた32ビットゲーム機、セガサターンへの搭載を念頭に回収した製品である。スパーハリスクエンジンは当時の組み込み向け32ビットプロセッサと比較して命令上を16ビットに縮小するなどメモリ効率を向上させた高速かつ高機能なプロセッサであったが採用用途が限られ知名度と実績は今一つであった。また、 当時日立の研究所で開発中であった情報端末で採用したいとの要望が社内であり、当時としては実験的な意味合いが強かったが、マルチプロセッサ機能も組み込まれていた。SH-2 の量産に入る直前の1993年夏になって、競合ゲーム機の 3D ポリゴン性能を知ったセガから大幅な性能向上の要望が出された。 日立はこのマルチプロセッサ機能を活用することで、その要望に応えることとした CPU の MIPS 値においても当時ライバルゲーム機の 3DO が採用していた ARM60 やインテルの i q 6 0 NEC-AG、PC-FX や Nintendo、バーチャルボーイなどに採用された NEC の V810 が10から 15MIPS であったため、 セガも当初は10から20ミップス程度の数値的目標を予定していた。しかし SH-2 はそれらを大きく上回る25ミップスであったことから、セガサターンには SH-2 の採用が見送られるどころか2個搭載されることとなり、SH シリーズの知名度は大きく向上した。また、メガドライブの周辺機器であるスーパー32、 X にも 20MHz 仕様の SH-2 が2個搭載されただけでなく、セガサターンには CD-ROM ドライブの制御用チップとして SH-1 も一緒に搭載されたため、それまで月数千個だった SH シリーズの出荷数は、セガサターン用だけでに、000000個近くに上り、一気に世界第2位のリスクが匠込み CPU に躍り出た。 設計コストの焼却を早々に終えたことから価格を低下させ、その後、ィーラムインターフェースや入出力インターフェース、周辺インターフェースの内蔵ラインナップを増加させることにより、組み込み用国産プロセッサの定番チップとして、シェアを確保することに成功している。大口顧客として、当初は利益率の低かったセガサターン向け SH- にも、 微細化や2個の SH-2 を1チップにしたものなどの投入で改善させた。後に、高クロック、高機能化した SH-3 を経て、より高速な SH-4 が登場し、これも、セガの後継ゲーム機ドリームキャストに搭載された。その後、セガは、コンシューマー市場へのハードウェア供給から撤退することになったため、SH シリーズも SH-5 を最後に、 コークロック化を一時中断し、携帯電話向けのシリーズにシフトしていった。アスキー、月刊アスキー1995年1月号、P433、セガエンタープライゼン CS ハードウェア研究開発部、ゼネラルマネージャー浜田和彦氏インタビュー参照、ありがとうございます。